すごいな、ここちょっとそこ、この辺釣ってみようかな。早速何にも何の説明もしてないけど、ここ釣ってみよう。いきなり出たら、うん、まずはブンビーニョで様子を見ておりますが、お、出た。マジでいきなり釣れたぞ。おい、いきなり釣れましたよ。いきなり釣れましたよ。お、よう引いてるよ。いきなり釣れた。ちょっとちっちゃいけど、嘘みたい。今投げて落として帽子直してたら釣れてたわ。嘘みたい。釣れた。サンキュー、バイバイ。ちょっと釣りながら説明するけど、今回フィッシングサファリはなんと長野までやってまいりました。大阪から450キロ、6時間、6時間運転してきました。ちょっと一つレギュレーションがありまして、ここはねレギュレーションがあって、バーブレスっていうのがレギュレーションになってるんですけど、うち実はバーブレスじゃなくてバーブアリのこのドスカクタスっていうのをレギュラーですルアーにつけてるので、特別に許可していただきました。特別に許可していただいてバーブアリを使ってますけど、普段はもちろんバーブレスがレギュレーションです。プライベートポンドなんかちょっと羨ましいな。6月から9月までしか空いてないらしいです、ここは。あ、引っかかってるわ。あ、行けた。お、出た。あ、これ出たわ。これ出るわ。出ない。お、出た。お、乗った。あ、釣ったらあかんとこでめちゃ食っとるわ。これ出るわ。これ出る。お、出た。うわ、びっくりした今。ノンウェイとノンナトル。ついてきてんねんけどな。チェイスするやつでなかなか辛いのよね。チェイスしてくるやつ。なかなか出えへんのよな、これ。ほら、出た。その出方。もうついばめに来てるから。お、出た。お、出た。お、出た。乗らない。乗りません。なかなかこうフックアップしません。チェイスはするけど、チェイスはするけど出えへんとか。出ても乗れ。
おう。ラトルちっちゃいやつで首振らす。この作戦どうかな。ほら。うわ。ほら、3本おるもん。下に何本おんねん、あれ。すげえで、これ。もうついていけ。おう。うん。うわ、乗れへんね、これ。リボを使うわ。ソニックリボを使ってみるわ。ペンシルポッパー。これちゃうか。お、これじゃないか。やっぱりタダ巻きか。違うか。ちょ、どんどん変えていくしかないな、これ。ジャンゴ行こうか。ジャンゴ。もうオーナーも言ってたけど、多分あのこのベイ、多分っていうかベイトはこれよりまだまだ全然ちっちゃい。このジャンゴより全然ちっちゃいベイト食ってるみたいとは言うてたけど、でもそれはね、もうどこ行こうとベイトがちっちゃいからということはよく言われるから。多分ビーニョでも出たし、アロージーニョでも出るから、ブンビーニョ、アロージーニョはうちでもちっちゃい方だけどな。でも出るっちゅうは出るからね。あれよりまだちっちゃいって言うから、ベイトは。スラップハッピーフラップでいかがですか。お、出た。よっしゃ、乗った。久しぶりに乗ったわ。これもあんまサイズちゃう。お、まあまあ引いてるぞ。おお、まあまあ引いてるぞ、これ。あ、そうでもないわ。そうでもないねんけど、まあまあ引いてるぞ。よっしゃ、フラップで30cm。 よう引くな、でも。あの出方地味なくせに。センキュー。センキュー。バイバイ。このボリュームのルアーで釣れるから、そんな大きさは気にして気にしないでと思うんだよな。しかもそんなにバカでかいサイズじゃないのが食ってくるから。
今のでも30ぐらいやな。ガウチを使ってみろ。フラッシングペンシル使ってみろ。魚は容器おんねん。うわぁ、おるおる。魚は容器おんねんけど。いかんせん。釣れてくれません。流れ出し付近が魚影が濃いな。当たり前やけど。お、出た。よっしゃ、乗った。よっしゃ、っと出たぞ。あー、バレた。バレたわ。やっと出たのにガウチョでバレちゃった。おお、あんな今みたいにして出てくれたんやのに。今のええ感じよ。なかなか。お、出た。乗った。よっしゃ。よう引くな、ここの。あー、バレる。バレる。バレる、バレる、バレる。すく。もうすく。あー。すくうの下手くそ。はい。取れました。ガウチョで、アベレージサイズ。ラインならと。バイバイ。朝一釣れたこの辺はどうですか。出た。出ました、出ました、出ました。 A バイトでした。ちょっとすくとこ。最近ね、もうこの針が怖くて、俺ハンドランディングよりこの方が安全。よし、30ぐらいかな。元気なバス釣れました。バイバイ。うわ、濡れた。今みたいな感じで出てくれると助かるね、非常に。あの下にサスペンドしたの。上から落ちてくるもん、狙ってるもん。お、来た。あー、外れた。外れました。ちょっとね、気持ち口弱いですね、ここの、ここのバス。こないだのあの四国のサメ浦でお盆に行ってきたけど、そこのバス、お、出た。乗れ。そこのバスもね、口弱いね。無理して引っ張ると大体バレる。うわ、うお。今そこでボイルしたの見てたら出よった。わ、これひょっとしてこれジューってバズベイト的にいっとったらバゴン出よるんじゃん。今のスモールかもな。ちょっと試しに
これで火入れてみたのか。そう、うまいことでへんか。お、出た。おー、乗った。あー、割れた。バレました。おー、出た。乗った。アベレージ。アベレージです。よう引くな、でも。アベレージ、30センチぐらいのに。よう引きますわ。ああ、やばいやばい。気に引っかかった。あ、ちょっと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 、ちょ、こんなんでも救っとこう。よっしゃ。アロージーニョ。あ、いたいたいた。出る、プラスチコ。アベレージサイズです。めっちゃついてきてる、これ。はいよ。はい。アベレージサイズ。よう引くな、でもここのやつ。このサイズでもそこそこ引いてくれた。じゃあ、さよなら。ついとこが、流れ込み直撃。お、出た。プチやて。お、出た。おった。マジで。アベレージです。あおお。ちょっと硬いかな。アロージーニョデルプラ。ちょっと体型の絵。アベレージサイズ。釣れました。
バイバイ。まあいろんなルアー出たけど、やっぱこれが一番当たってるね。マイティアロージーニョデルプラスティコが、プロトが一番当たってるので、またこれ使います。お、で、また出た。何今の。お、出た。なんという出方でしょうか。あの端っこに魚固まってるっぽいよ。置いといたで、これ。出られへんか。出るんちゃうか。ずっと置いといたのか。ああ、ついてきた。食い切りませんね。食い切りよれへんもん、俺。出た。おお、出た。ああ。アロージーニョプロップ。アロージーニョプロップ、スラップハッピー、アロージーニョプロップ。結構でかいのがいるから、これ。全然出よるよ、これ。お、出た。出た。よっしゃ、乗った乗った乗ったぞ。ああ、それでもアベレージやな。これもアベレージですわ。ああ、バレた。すくい損ね。まあスラップハッピーの場合、なんかああいうもうプチュッとなんか食べに来るバイトがゴボーンって出るバイトもあんねんけど、今みたいなパクっていくようなバイトが結構多いんよね。もしか。ちょっと今、まあまあ、ええの持ったから、これでフォローしとこう。チュイムコやな。もうチュイムコ分かってるで。お、食ったとか言ったら食ったわ、おい。これマシか、アベレージか。アベレージか。アベレージですわ。ネットが、はい、アベレージよりちょっとちっちゃいやつ。サンキュー。霧の中の釣り人。すげえ、霧が降りてきた。ほう、すごいなこれ。
ステージでスモーク焚いてるみたいな。出た出た。もう一回掘ろうか。出た、食った。おっしょ、最後に最後に釣れてくれたぞ。なかなかサービスええんちゃう。なかなかサービスええぞ。はいはいよ。マーベレージやけど、マーベレージもでっかい方やな。まだ、はい、バイバイ。最後に連れて、サンキュー。終わろうか、今日は。ブルーベリーポンド1日目。ただいま4時半、4時25分。ストップフィッシングはね、ここ4時半らしいので、終わることにします。雨も本格的に降ってきたし、霧も深くなったし。まあ今日は楽しんだ。また明日、明日ちょっと、厳しいかもわからんけど、明日頑張って、映像を撮ろう。というわけで、また明日。ご覧ください。雲海です。雲海って言うと思うんだけどな、雲の海。珍しいんちゃう？大阪にはないやろ、これ。朝起きたら雲海ができてました。ブルーベリーポンドに向かいます。道覚えてるかな。あれ、どうやったっけ。これか。あ、この辺りか。あれ、こんな行くだったっけ。こんなとこ通ってないのに。すごい、俺ほら、これ違うわ。間違えたわ。あかんわ、遭難するわ。あ、これやろ。これじゃないですか。これちゃう。ブルーベリーポンドでございます、ブルーベリーペンションに泊まったお客さんだけが1日6艇だけ出れます。普段は多分あのボートで出てると思うねんけど、特別にあのうちのボートだけ入れてもらいました。よし、これは出る出るよ。あれ出ない。はい、これ出た。出るで。ほら出た。あ、出た。出た出た出た。やっと出た。朝一一匹目出ました。出たよ。一人ですくの難しいな、案外。はい、やっぱりこのルアー、やっぱりこのルアーです。出てくれました。これでね、釣れないわけはないねんけど、反応全然切るもなかったもんな。
そういうのに限って今日釣れないかなという、浅はかな考えで使ってみる。おー、出た。よっしゃ、ジャンゴで出たわ。ええバイトやった。もうバイト抜群、バイト抜群やで。あらららら、あらららら、バイト抜群の小ぶりの魚やったわ。もうバイトめちゃ一人前。ありがとう。ケツフックを取りまして、引っかかれへんように。後ろ、じゃあ木か、あれじゃあ魚やな。いるけど虫。出た。ええバイトや、ええバイトやで、ええバイトやけどアベレージやで。すげえバイトやったな今。ええバイトやけど魚はアベレージと。はい、オーガスト。ネットでランディングすることにしてんねんけど、それでもこれ血出るからな。それでも血出るから気づけてや皆さん。はい、アベレージ。山の天気は変わりやすい。おーちゃん、肩のものがもう一本ぐらい釣れてもええんじゃん。お、出た。出ました。またもアベレージ、またもアベレージです。あ、外れた、外れたわ。投げてずっとポーズしといて、チャプチャプと、チャプチャプと。
出た。効くね。オーガストチャプチャプ。今スッと潜った瞬間に来よった。はいよ。はよ。オーガスト。サンキュー。オーガストチャプチャプ効くわ。投げてポーズ入れてチャップチャップっと。今やってねんけど、いつもねガボンとガボンガボンとかガボンガボンとかちょっとジャーク気味に使うのね。それを今はちょっとチャプチャプってやって、ハングの下入れてチャプチャプ。あ、出た。お、出た。出たけど。なんかおもろなってきたぞ。なんやろ、このオーガストに変えてポツポツバイだ。面白い。出た。よっしゃ。失礼。よう引くな、このぐらいのサイズやな。よいしょ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 し。やるね、オーガスト。ニュースは。バイバイ。こっちはどうや。お、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 出た。おー、しくた。あー乗ってなかった。おー、オーガストで。
食った。よっしゃ、食った。オーガスタやったら食ったわ。よし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 、はい、食いました。はい、9月やねんから、元気はお前は触らんとこは。9月やけどオーガストです。オーガストです。バイバイバイ。おお、食った。伸びませんわ。送った。よっしゃ、乗った乗ったぞ。よいしょ、おーおーおーおおお。ああ、バレた。どんくさいわ、どんくさい。どんくさおや。霧に煙る。おお、出た。置いとくだけで出た。ブルーベリーポンド。ホットゲメソッド出ました。置いとくだけ、置いとくだけで出たよ。暴れた。あれ、ガメスかどっちか知らんけど、あ、ちゃうねんな。ホスが後ろっすね。わからん、どっちが後ろかわからへん。これ今オールレンジやってる子に聞いたけど、朝ゼロ本やったもんな。朝ゼロ本でその相棒2本やぞと。なんかそのそんなオールレンジほとったらもうイージーに釣れるもんとばっかり思ってた。大間違いです。おー、出た。俺の方がよっぽどイージーに、わー、イージーに釣っとるわ。さあ、そろそろこのネットのランディングも、うん、あ、またバラした。ネットのランディングもそろそろ慣れたって言おうとしたらバラしたわ。言われんねやろな、どんくさいってこれ。確かにどんくさいけど、まあそこは温かい目で見てやってください。おっしゃ、乗った。おっしゃ、さあこれちゃんと救えるでしょうか。これが一番の難関です。あ、外れた。救う前に外れた。
ぼちぼち、ぼちぼちっていうか結構楽しいんだじゃんかな。2日で、バラしたっていうか、外れたの合わせて、バラしたの合わせてもう20本以上は釣ってるかもしれない。結構楽しみました。こういうぼちぼち楽しめるところがもっとあったらなと思いますね。また来たいと思います。それでは次の場所で、次は多分高知。それではさよなら。